こんにちは、大八郎です。今回はですね、クリーチャーアーティストチビタンク氏と、ソータのコラボレーションですね。孤独シリーズアラクネ、こちらのブラインドボックスバージョン、全4種開封していきたいと思います。ソータオンラインショップで、購入しましたので、そのオンラインショップ限定のね、このパーツ、カラーがね、黒なんですけども、このパーツもついてきましたので、これも一緒に開けていきたいなと思います。では、右手前列からね、開けていきたいと思いますが、このね、アラクネなんですけども、このチビタンク氏がね、作られてるこのアラクネ、これカプセルトイ用でこんな感じになってます。ちょっとちっちゃめと言いますか、なってるんですけども、本来はね、めちゃくちゃこのリアル闘神ですごいスラッとしたね、で背中にこういう、武器をね背負った、フィギュアがねちゃんとあって、そのデザインがね元となってこのアラクネになってるんじゃないかなと思います。はい、はい、とりあえず、4つ箱から出してみましたが、右手前に、黒炭の武装パーツで、左手前が黒炭のアラクネ本体ですね。で、右奥がアラクネ本体の装箔ですね。でその左奥が、装箔の武装となっておりました。僕が開けたブラインドボックスはまあこんな感じで入ってました。では、で箱の中にはね、こういったサッシと、あと武装パーツですね、こっちの武装パーツのみこういうアクリルの板が入ってます。もしかしたら重さ調節かな。でまあちょっとした台座にもなりますね。ちょうどいい大きさです。はい、ね、サッシの方はこんな感じですね。めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとサイバーパンクっぽい、はい、こんな感じです。で、こんな感じ書いてますね、孤独プロジェクト。あー、なるほどね。あー、やっぱ孤独に乗ってますね。毒雲、あー、なるほど。ちょっと気になる方は止めて読んでみてください。で裏面は、説明書です。こんな感じで書いてます。では全種作っていきたいと思います。はい、完成いたしました。いや、本当にね、これ、めちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいい。作りながら、これやばーと思いながら作ってました。ではね、ちょっと黒炭から見ていきましょうか。はい、まずは黒炭です。めちゃくちゃかっこいいです。あ、ちなみにですね、あのカプセルトイ版は何が違うかと言いますと、このフードですね、フードをかぶってます。カプセルトイ版はフードをかぶってて、ポーズが違います。この手がね、上になかったはずなんですよね、確か。ポーズとこのフードかぶってるかかぶってないかが、ブラインドボックス版では大きく違うところで、ブラインドボックス版が値段ちょっと高いんですけども、このねバイザーがついてるのはブラインドボックス版だけです。はい、ちょっと忘れてましたね。では黒炭見ていきましょう。では黒炭を見ていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。まあさすがにね、細かいところの塗装はちょっとね、こう濡れてないっていうか、ところがありますけども、全然気にならないですね。いや、もうすごいですよ。めちゃくちゃかっこいい。このコートのデザインとか見てください、この裏。いやー、やばいわー。いやー、ところどころにね、このクモの巣のような模様がね入っております。めちゃくちゃかっこいいです。でちなみにこの台座はアラクネ本体についてきた台座です。ちょっとノーマル台座って書いてましたね。で、この後ろの武器ですね、これめっちゃかっこいいデザイン。これめちゃくちゃかっこいいですね。ちなみにですね、ここちょっと動きます、可動がね。でここなんですけども、ここはねこういう動きです。はい、
ね、ここですね。ここは、こういう動きですね。で、最後、ここ。ここはこんな動きです。はい。で、背中のところもこんな感じでね、接続部分も動きます。結構可動がして動きがつけれるんでね、これまたかっこいい。はい。で、黒炭でした。で、次はね、蒼白です。これまたね、色がガラッと雰囲気が変わって、僕の大好きな配色なんですよね。紫と白っていうのは僕めっちゃ好きなんですよ。あの、もののけ姫のサンとかね、あのね、服の配色とかめっちゃ好きなんですよね。はい。まあ、デザインといいますか、色違いですね。蒼白と黒炭は。いやー、めちゃくちゃかっこいい。で、武装の方がちょっと蒼白の方が明るいです。明るいシルバーですね。向こうはちょっと暗めのシルバーになってます。あー、めっちゃかっこいい。まあ、稼働ポイントは一緒ですね。はい、こんな感じです。いやー、いいですね。で、武器の方についてたジオラマ台座ですね。これが、こんな感じで。黒炭の方がこっちですね。で、蒼白の方がこっちです。はい。いやー、もう絶対この台座使うでしょ。絶対これですよ。はい。では次はね、ちょっとバイザーをつけてみましょう。で、バイザーの付け方なんですけども、この頭部、こんな感じで、はい、外れます。これもすごいですよね。もう普通の売ってるフィギュアの替えのパーツ。はい。はい、こうですね。いやー、かっこいいな、バイザーも。いや、目もいいけどな、バイザーもいいな。いや、迷う、これは。あー、どっちやろな。いやー、かっこいいですね。雲感が増しましたよね。はーい。いやー、かっこいい。ではですね、両方とももう一回ね、ちゃんとあのターンテーブルで回して、台座はこっちのジオラマ台座を使います。はい。で、あとはソータオンラインショップ限定のこのカラーですね、ブラックのカラー。これはね、まあぜひ黒炭につけて、一回回してみたいなと思います。それでは行ってみましょう。
かがだったでしょうか。チビタンク氏とソータのコラボレーション、孤独、アラクネ、ブラインドボックス版全4週開封していきました。でプラス、このブラインドボックス版ね、ソータオンラインショップで購入しましたので、購入特典のこの 黒髪の、頭部も、一緒にね開封していきましたが、いや来ましたね、これまた来ましたね、これまた来ましたね。いやほんまに、かっこいいなと思っております。いやデザインやばいですねこれ。かっこよすぎる。雰囲気とかね、もうめちゃくちゃいいなと思いましたね。いやこれは、素晴らしいわ。いや素晴らしい。いやめちゃくちゃかっこいい。もう正直シリーズ化も待ったなしじゃないですかこれは。孤独っていうのはね、他にもいっぱい虫いますんで、あのムカデとか、あとヘビとかね、そういったものでちょっとシリーズ化を願いたいですね。これはやばい、かっこよすぎる。で正直なところ言うと、まあ12分の1とかね、10分の1とか8分の1とか、そのちょっとリアル闘神と言いますか、大きめのねアクションフィギュアとかで出すのはどうでしょうか。めちゃくちゃいいと思いますし、僕はもう絶対に購入したいですね。はい、いやーこれは素晴らしいですわ。この次があるんか分かりませんけども、この孤独シリーズ、アラクネの次待ってます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。